初出場の京都の桂、堂々とした走りでトップをひた走ります。2年生の高田美沙、精神的にはねこの位置でもらうと落ち着いて走れますから、自分のペースをしっかりと守るということでしょうね。チームが優勝することだけを考えて私は走りました。残りは3年生が走ってくれるので、もう3年生2人でもう1位になってほしいです。京都の桂中学校4区高田美沙2年生、モダンバレーもやっているそうで、そのしなやかさが ね、走りにも表れていますよ ね、あの体幹がしっかりした、そういう感じがしますね。去年までは、去年全中で準優勝した京都の片木原をなかなか破ることができなくても、はい、念願の山口のクロスカントリーコースだと、はい、楽しみにしていたそうです。ちょっと差が開きましたね。そうですね、川中島との差が開きました。川中島4区は滝沢苗3年生、トップの桂中学校との差が少し開いたでしょうか。最後の直線に差し掛かりました。もう後ろの足音も聞こえないほど差が広がりました ね、はい、タスキを渡した時点では11秒差だったんですが、もうそれ以上は空いてますね。そうですね、空いてるみたいですね。先頭行く京都の桂、早くもトラックに差し掛かろうというところ、トラックに帰ってきました。初出場の京都桂がここもトップで最終区にタスキを渡します。アンカーにトップでタスキを渡したのは初出場京都の桂。群馬富士見の林、3年連続トップでタスキをもらうことはできませんでした。2番手は競っています。神奈川、金沢、長野、川中島、ほぼ同時でタスキリレー。金沢がやや早いでしょうか。金沢が先にタスキを渡しました。そして川中島、4番手兵庫の小野が上がってきました。そして今年も全員バスケットボール部で臨みました。愛媛県の新居浜東が5番手です。九州大会を制した熊本の松橋、4年連続の出場です。今年は4番手くらいにつけれればと言っていましたが、ここ6番手でアンカーにタスキを渡しました。福岡県の森常、そして地元の高川学園、富士見がこの位置でちょっと林に渡しました。57秒差になりましたね。やっぱりこの1年間ずっと優勝を狙ってすごい頑張って練習してきたんで、頑張った結果が区間賞というのですごい嬉しいです。最後まで諦めずに全力を出し尽くして頑張ってもらいたいと思います。最終区に入った京都の桂中学校、アンカーを任されているのは2年生のキャプテン平田真由です。全中 1500m 出場しています。 3000m も10分を切るタイムを持っているそうです、はい、群馬の富士見、5区にタスキが渡った段階で50秒差が開いていました、はい、50秒以上ですから、やはりちょっとですね、3キロじゃちょっと短いかなという感じがしますね。京都の桂は富士見に30秒差つけてこのトップに立っていたいと最終区の前に言っていたんですけれども、 それ以上に倍近くの差がつきました、はい、2区以降先頭をひた走る京都の桂、初出場堂々とした走りっぷりです。あ、そして長野の川中島が少し近づいてきましたか。少しずつですけどね、差が縮まってますよね。長野の川中島、アンカーは小林成美、去年は2区を走りました。川中島、アンカーは絶対的なエースと信頼を置いています。そして3番手、神奈川県の金沢中学校の伏上です。4番手、兵庫の小野中学校もこの位置でタスキをつないでいます。今枝沙耶、愛媛県の新居浜東もいい位置です。広田歩美、去年は1区だったんですが今年はアンカーを任されました。あ、そして富士見の林がもうこの位置まで上がってきています。はい、また一つ順位上げそうですね。淡々とした走りには見えるんですが、はい、前との差をしっかりと詰めていきます。ちょっと走りが違いますよね。さあここから長い下りに入っていきます。この下りを使って長野の川中島、そして3番手につける神奈川の金沢、京都の桂にどのくらい迫ることができるでしょうか。 今1位と2位の差が7秒ですね、はい、だから少しずつ差が縮まってますね。そうですね、タスキをもらった段階では18秒差でしたので、あ、じゃあもう11秒縮めてますね、はい、だいぶ差は縮まってきました。残り 600m を切りました。最後の直線に入っています。今少し後ろをちらっと確認して長野川中島との距離を確認したでしょうか。最後の上り坂、スピード落ちることはありません。力強いですね。そうですね、はい、
そして後ろに長野川中島の姿が迫ってきています。小林成美、ジュニアオリンピック 1500m 出場しています。その後ろも混戦になってきました。あ、群馬富士見の姿がここからも捉えることができました。群馬富士見、林恵麻、2年連続ゴールテープを切りました。3年連続ゴールテープを切ることが目標でした。しかし残り 500m を切ってこの位置です。先頭を走るのは初出場京都の桂、2区で先頭に立ってそこから一度もトップを譲ることはありませんでした。さあ初出場の京都の桂がトラックに先頭で戻ってきました。キャプテンの平田真由、富士見を相当意識してこの山口県に入ってきました。しかしその後ろ長野の川中島、初優勝を狙います。長野の川中島、小林も迫ってきています。しかし京都の桂中学校、残り 100m に差し掛かろうというところ。京都勢これまで14回の入賞を誇りますが優勝したことはありません。2区で先頭に立ったこの初出場京都の桂中学校、キャプテンの平田真由、初出場で初優勝を飾りました。そして2番手には長野の川中島中学校、3番手には兵庫県の小野今枝が上がってきました。初出場の兵庫県の小野、3番手でフィニッシュです。そして4番手金沢中学校、そして富士見は今年5番手でした。残り 100m を切りました。帰ってきたのは6番手愛媛県の新居浜東、今年も見事に入賞です。そして7番手九州大会を制しました熊本の松橋、7位入賞です。そして8位入賞は鷹の巣が迫ってきますが、前を走るのは福岡の森常が8位入賞、秋田鷹の巣は9番手、そして10番手は茨城八千代第一、山口県高川学園11番入賞なりませんでした。いやもう感謝の気持ちしかないです本当に、はい、1区であの上位につけて、で2区の塩見は絶対やってくれると思ってたので、はい、塩見で先頭に立つっていう、はい、イメージで一人一人にありがとうと、はい、伝えたいです。はい、世界一仲のいいチームなので、優勝できて本当に良かったです。絶対に前にいる人を全員抜かすという気持ちで走りました。区間賞は嬉しいですが、絶対に1位でゴールしようと思っていたのでとても悔しいです。総さん、はい、京都の桂中学校実力を発揮できた要因というのはどういったところに考えられますか？そうですね、やはり1区でいい位置につけて2区で先頭に立てた、だからもう作戦通り進んでくれたということが、選手みんなが落ち着いて自分のレースができたということでしょうね。2位に入りました長野の川中島も最後まで桂に迫っていい走りを見せましたよね。すごいですよね、常に先頭争いしてましたから、やっぱさすがだなという感じがしましたね。3番手にも初出場の兵庫の小野もいい位置で入りました。女子は京都の桂中学校が初出場初優勝を飾ってレースを終えました。